朝晩の空気もひんやりしてきて、秋の訪れを感じます。この日中との寒暖差の影響などで、今年最高の出来が期待されているのが、そう、リンゴです。真っ赤に、美味しそうに色づいています。福島市のフルーツファーム加藤。桃やリンゴ、サクランボなど、手掛ける果物は全国各地から人気を得ています。 これ見てもらえば分かると思うけどほら葉っぱの跡が白くてこういう状態だとどうしても、ね、見栄えがあまり良くないのでにに真っ赤になるようりんごが真っ赤に色づくよう畑で行われていたのは葉を取る作業来月下旬に収穫時期を迎える主力品種の富士例年にない良い出来となりました 霜の被害も春なかったし、で氷すごい心配してたんだけどなかった。はい、で夏暑かったけども雨が逆に降らなかったのでつるはれの被害もあんまりない。もう被害ない今年。霜や氷の被害もなく夏の猛暑で日焼けがあったものの大きな被害にはならず、例年より粒が大きいといいます。 10月天気ですよねこういう年は甘くなるんだこれがもう今まで40年リを作ってて経験上最高の出来になると思いますそして秋に入ってからの寒暖の差この場所は市街地より標高が50メートルほど高く今年は寒暖差が激しいことから寒さから身を守るため引き締まり 今、どん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 おいしくなるために頑張ってるから、もうちょっと待ってね、まだだよって多分言ってると思う、猛暑を経て、朝晩の寒さで身を引き締めるりんご、まもなく実りの秋を迎えます。